どうも、めちゃめちゃメッセです。はい、ということで、今日もやっていくんですけどね、今日はね、明日ね、八戸高生とね、青森山田がね、ついに、激突ということで、これはもう楽しみですよね。もうほんまにね、事実上のね、決勝戦とね、言われるぐらいね、注目のカードなんですけど、まあ、試合予想ということで、まあ、どっちが勝つねんっていうところなんですけど、僕は八戸高生がね、勝つと思って、はい、でね、まあ、それのね理由とか、まあ、ちょっと青森のね野球をねちょっとね詳しくね掘っていきたいなということで、まずね、この八戸高生と、青森山田はね両方選抜で、結果を残しとって、ほんで高生は、ベストなんぼでしたっけね、16かなんぼで、ほんで青森山田はね、ベスト8ぐらいまで、行ってるんですよね。ほんでね、まあ、この高生の方はね、まあ、有名選手も多くて、まず荒井大くんね、兄弟がおってね、兄ちゃんが、3年生の時に1年生でね、メンバーに入って、その時からね、掘ってるピッチャー、荒井大くんと、岡本くんっていうね、ピッチャーが、これ2枚看板、左のね、両方とも、140後半掘ると。でね、その対する、青森山田は、両方とも右ですね、関くんと、桜田くんっていうね。で、まあ、正直な話、めちゃくちゃね、いい試合にはなると思うんですよ。で、僕が思うには、これね、八戸高専の荒井大君がね、怪我説がね、ちょっとあるんで、まだね、詳しいことはね、わかんないんで、でも実際にまだね、掘ってないんで、怪我ちゃうんかってね、言われてますし、でも逆にもう治ってるけど、あえて油断させるためちゃうんかってね。まあ、これ、ね、両方の、ね、意見があるんで、荒井大くんがね、怪我してない場合と思ってね、話しますね。で、この青森山田の方も、関くんね、青森山田の、ね、エースの子がね、2試合に、でね、登板してないんで、これもね、同じこと言われてるんで、まあ、両方ね、ベストな、感じになって、戦ったことを想定して言うと、まあ、先発はね、荒井大君と、まあ、関君のね、投げ合いになるのかなって、僕は予想してます。はい。で、うん。これは割とリアル、なぜね、有利なのかとかね、なんでね、青森山田がね、八幡高専には勝てないのかっていう話を、ちょっと具体的にすると、これね、もう毎年毎年なんですけど、これね、青森山田と八戸高専ってね、どっちがね、ポテンシャル、それこそなんていうんですかね、優秀な選手がね集まってんのってね、どっちだと思いますか？これ八戸高生と青森山田って、これね意外とね、知らないだけで、選手だけ見たら青森山田の方がめちゃくちゃいいんですよ。でそれはなんでかっていうと、なんでかは分かんないんですけど、青森山田ってめちゃくちゃね、めちゃくちゃいいチーム、めちゃくちゃね強い選手とかを取ってるんですけど、八戸高専になかなか勝てないんですよ。だから、今年は青森山田やなって言われてる年で、結局負けてる代っていうのがめちゃくちゃ多いんですよ。でね、そのね、大きい原因としてはなんやねんっていうと、青森山田はね、これほんまに言い方悪いですけど、監督さんがね、どういう采配をね、したいんかがあんまね、分かってないんですよ。だから、監督の差で八戸高専の方がね、上なんですよね。で、もっと具体的に言うと、もっとね、理由ね、細かく言うと、この青森山田は、僕はね、左ピッチャーをね、打てるイメージが全くないんですよね。4番の甲も左ですし、結局ね、広陵もね、打ち崩したって言ってもね、やっぱね、ピッチャーが右ですから、やっぱ右ピッチャーに対してはね、結構打てるイメージあるんですけど、左ピッチャーに対して、やっぱり青森山田ってあんまり打てる、ね、感覚とかね、打ってるイメージがないのと、やっぱりその八戸高生がね、右バッター多いんですよ。で、やっぱり八戸高生ってね、左ピッチャーを常に見てますから、その左ピッチャーが得意とかね、まあ、そういうのは置いといて、八戸高生はね、もうずっとこの青森山田のね、ピッチャーに対してのやっぱ偵察とか、やっぱそういう細かいことをね、するチームなんですよ、八戸高生ってね。さっきのはちょっとね、何言ってるかね、僕自分でね、何言ってるか分からなかったんでね、ちょっとね、もう無視しとってください。だから八戸高生は結構偵察とかを徹底的にするチームなんですよ。
で、やっぱ右のね、2枚、桜田くんと、このね、関くんのタイプが似てるっていうのも、またやりやすいところなんですよ。ほんなんじゃ、青森山田も、八戸高専のね、2枚をね、偵察してるやろって、ね、言うんですけど、このね、まあ、岡本くんと新井田くんもね、似てるタイプなんですけど、何が言いたいんかっていうと、偵察とか、やっぱり、ね、そういう細かいことを、やっぱ青森山田は、まあ、知ってるかもしれないですけど、大雑把なんで、そのデータとかをね、あんまり活かせきれてないんですよ。だからなんか、勢い任せの野球なんですよね、言い方悪く言うと。だから、ハマれば、バーンって、ね、いっぱいね、点数取れると思うんですけど、もうなんか、選抜の甲子園とか見た、もうあれがね、ほんまに全てやと思ってて、ほんまに、なんて言えばいいんやろ、こう、しっかり、ハマればいいんですよ。でもこのハマらなかった時、何があったみたいな感じなぐらい打てないんですよ。で、これね、八戸高専の、新井大君と岡本君の、このピッチングスタイルっていうのはまっすぐギャン押しのタイプじゃないんで、その変化球でもカウントが取れるピッチャーなんですよ。まあ、岡本君はね、そのコントロールがね、たまに定まらない時あるんですけど、まあ基本的にはね、変化球でもカウントを稼げるピッチャーなんですよ。にめっぽう青森山田っていうのは弱いので、だからそこを突かれたらどうすんのかなと。でやっぱキバットをね、多分ね、未だに使ってると思うんですけど、やっぱキバットとかもね、僕はやめた方がいいと思うんですよね、青森山田。それはなんでかっていうとね、やっぱりキバットってね、新発されたらね、もう全くね、飛ばないですし、ほんまに損やと思うんで、だからその辺をね、やっぱしっかりしないと。その金属バットに、ね、変えたらね、打てるとかね、そういうわけじゃなくて、やっぱり僕はね、この青森山田が、勝てるイメージっていうのは、全くないですね。で、ましてや逆に八戸高専はね、そういう右ピッチャーの偵察とかをしとって、ほんで右対右で、八戸高専ってね、右バッター多くて左ピッチャー得意なイメージ多い、結構あるんですけど、右ピッチャーの方がね、結構打ってるんで、だから創始とのね、選抜との試合とかも、右対右やのに、結構右ピッチャーに対して、右バッターはね、うまいこと合わせとったんで、だから右ピッチャーを打つ方がね、得意なんかなってね、思うようなね、右バッターが多いんで、だからね、相性で言ったらほんまにね、まあ、お互いね、互角な感じするんですけど、まあその監督の采配とかね、この前の選抜とかでも、もう意味わからんところでね、バント級にね、しだしたりね、8回、3点差でね、ノーアウトランナー一塁送りバントね、しとったりね、ちょっとね、よくわからないね、采配とかがね、多いんで、だからやっぱ監督の差で、青森山田は、八戸高専にね、負けてしまうのかなと、思いました。で、その続きの話なんですけど、でもこれね、どっちが勝つにしても、次ね、八戸、高第一なんですよ。まあ、あともう一回ね、八戸高第一はね、勝ったらですけど、まあ、八戸第一か、がね、上がってくると思うんですよ。ほんで、そこでね、またね、二日後にね、140、後半のね、ピッチャーとね、戦わないとあかんっていうね、ものすごいね、ハードね、スケジュールなんで、だからこの青森山田、八戸高専はどっちにしろ、これ買ってもね、そのまたね、次の日にね、次の次の日にね、中1日でね、またね、プロ注目のね、左ピッチャーとね、当たらないとダメって思うと、この両方ともね、なかなかね、どっちが勝ってもね、苦しい、スケジュールになるのかなと思いました。でも、やっぱ結局、まあ、明日だけで言うと、やっぱね、勝つのは八戸高専かなと。まあ、監督の差もそうですけど、やっぱり打線のね、仕上がりとか、やっぱりこのね、青森山田の投手陣が八戸高専を抑えれるね、イメージがもう僕は全くつかないんで、だからそういう意味では、八戸高専の方が圧倒的にね、有利なのかなと、思いました。で、八戸高専の左ピッチャーを、青森山田の打者陣が打てるかって言われたら、僕はね、厳しいと思うんで、八戸高専の方が有利な試合な展開で、明日は八戸高専が勝つと思います。はい、ということでね、皆さんが思う意見とかね、あればぜひね、コメントよろしくお願いしますということで、はい、もうね、青森山田、八戸高専っていうね、選抜の時にね、ここはね、
絶対ね、夏に当たるって言われとってね、明日当たるってことでね、もう非常に楽しみやなと思いました。それじゃあ皆さん、お次の動画で会いましょう。お疲れ。